三菱小賀山炭鉱跡記念碑三菱小賀山炭鉱縦鉱櫓1917年建造日本の縦鉱櫓としては珍しい鉄筋コンクリート作り岸島炭鉱変電所1927年建設大町原画館の名称でイベント会場などに使用されている三菱小賀山炭鉱の石炭積み込み用ホッパー板タ地区土地改良区公害復旧費 明治佐賀炭鉱の開発に伴いの地等が、陥没して、公害となった。唐津炭田とは、佐賀県北部から西部に分布していた大小の炭鉱群のこと。同県の託市、大町町、大地町などが中心となっていた。一帯には、岸島層と大地層という、主な二つの炭層群が存在し、その一帯に大小の炭鉱が見られた。 古くから石炭が採掘されたことは知られており、今法年間にはすでに個人規模で石炭採掘が行われ、焚き木の代わりなどに用いられていたが、幕末になると困窮を極めた諸藩が、経済政策のために繁栄の炭鉱を開発するようになり、声援向けに需要を伸ばし、市場経済に乗せられるようになった。その中に、幕府が直営する炭鉱もあり、御用産と呼ばれた。 この御用産は明治に入ると海軍が管轄する海軍直営鉱山になり、艦船の燃料として用いられた。しかし、浅い炭素を掘り尽くしたことなどで多くが民間に払い下げられ、福岡、長崎らの多くの富豪や財閥系企業が買い取った。その中でも炭鉱王とも呼ばれた高取以降は政治家であった竹内綱と手を組み、 一体の炭鉱開発に取り組んだ。だが、すでに老朽化した施設での炭鉱運営は決して楽な道のりではなく、せっかく開発した良質の炭素を三菱などの大財閥に売却せざるを得なくなった経緯などがある。しかし、1909年に、岸間層で良質な炭素を見込んで開発した岸間炭鉱運営が軌道に乗り、年産60万トンにまで及ぶ。 国内有数の炭鉱に成長した。特に、貴島産石炭は、他の唐津炭田と一線を画し、貴島コールと言われ、幹線用燃料炭の標準規格とまで評価され、外国向け輸出品にもなった。その際、1900年には、沿線の石炭を運ぶための鉄道、唐津工業鉄道が開通した。それに伴い、唐津港はますます貿易拠点。 工業都市としての重要性を増し、唐津市は大いに発展した。だが、後に、感染の技術進歩によって、唐津産石炭は燃料に適さなくなり、需要が衰えた。さらに、埋蔵量が豊富で良質の石炭を産出した、ミイケ丹田、開発が拡大した蓄放丹田の影響を大きく受けた。8万に 関営や渡製鉄所ができ、文字工が国際貿易工として発展したため、唐津の優位性が落ちたためである。それに従い唐津は低迷を余儀なくされたが、唐津に拠点を置いた三菱は一帯の鉱山を買い占め、傘下に収めた。昭和に入ってからは徹底した合理化を行い、相次ぐ交付協や教行などの厳しい時代を生き抜いたが、その際に、 劣悪な環境での囚人労働や強制収容者による労働なども起こっている。戦後は大規模な炭鉱を中心に収益性を高めた採汰を行い、1958年では一人、あたりの採汰量は全国トップにまで躍り出るなど検討し、唐津港に新たな石炭化学プラントの建設などが持ちかかった矢先、後のエネルギー革命によって、 安価な輸入石炭の国内流入によって急速に衰え、1972年で大小のべ50以上を数えた全ての炭鉱が閉山した。特にこの3つは戦後も年産50万トン以上を産出する主要炭鉱であった。など、唐津丹田の閉山後、唐津市は臨海工業都市、あるいは一帯の商業中心地、また、 水産都市としても理解したが、タクシ、大地町、大町町などは、著しい人口減を余儀なくされ、農業を奨励したり、工業用地の増成などを行ったりしているが、王子の人口には遠く及んでいない。しかし、産業転換も、盛んに行われ、タクシでは、干ばつ被害を防ぐために、天ヶ瀬ダムを開発し、未完栽培に注力、唐津市では、 みかん供給が落ちる夏場に向けたハウスみかんの栽培が始められ、全国一位の出荷量にまで成長し、今日では台湾などにも輸出されている。その他、炭鉱王として、また文化人、義訓としても損数を受けた、高取以降にちなんだものが多く、卓市では、同市の加護を取った西京公園を整備して、卓生病と共に観光資源として活用したり、唐津市では、 旧高鳥居皇帝が国の重要文化財に指定されたのを皮切りに一般公開を始めたりしている。ありがとうございます。